嬉しかった。これからの映像は新型コロナウイルスが発生する前に撮影した動画です。皆さん、こんにちは。人生の中ではすごく暇を感じる午後がたまにあるんですよね。今日がそういう午後なんです。暇やな。眠かったら寝ればいいのに、そうでもない。仮に眠くて寝ても起きたらまた暇が続く。暇が続くと退屈になりますけど、これは10代にも20代にもあったもので、多分何十代になっても一緒だと思います。だから何かをしようとするまでもないことなんですよ。さてと、焼きそばでも食おうか。今日は田中に来ました。田中に来たのはこれで3回目ですね。あっち。僕は熱いものを食べるのは得意ですが、触るのはとても苦手です。とにかく最近の僕は梅酒のお湯割りをよく頼んでいます。今回頼んだメニューには自分で作って食べるおつまみが何個か入っています。自分でやるからもっと美味しくなるはずもないですけど、うまく潰すために集中しています。僕にとって日本の居酒屋はとても物騒がしい場所です。みんなが大きい声で僕を応援してくれてると思いながら頑張りました。この動画を見ている韓国の方のために説明すると、お客さんが何かメニューを頼んだら店員さんみんながお礼を言ってくれます。こんな感じでですね。もちろんこうしない居酒屋もあります。ちなみに韓国にはないですよね。次のメニューはたこ焼きです。韓国の方や経験のない方のため一つだけ教えてあげますと、たこ焼きを焼く人にはお店からのプレゼントがあります。ドロッとしたコーンフレーク豆乳です。お味ですか？ドロッとしたたこ焼きの生地の味と全く一緒だそうです。だったらこれでたこ焼きを作ってみましょうか。作れるんですね。たこ焼きの生地になんかいろいろ入ってる。い
個ずつちゃんと入れてます。初めて作ってみるたこ焼きですね。紅生姜をもらったから入れたんですけど、一般的に入れるんですか？普通わからないな。紅生姜もちょっと気になりますけど、正直言っていいのかな。なぜ皆さんはこうたこ焼きを焼きながらこう回したりするときに、なんでしゃくれてるんですか？